ゼルファ、なんという恐ろしい邪気。人間がどうにかできる相手とは思えん。想像以上の相手だが、やるしかあるまい。本当に勝てるのかしら。恐れちゃダメよ、みんな。私たちがこいつを倒さなければ、この世界は終わりなんだから。絶対に勝つ、絶対に。良いな、今こそ勇者の真の使命を果たす時。これが最後の戦いだ、行くぞ。風よ、風よ。
リー。ヤリク、この一突きで。楽しみいただけたかしら？Yeah.
終わった。これでもうこの世を脅かす者はいない。長い長い旅がついに終わったんじゃ。先代勇者老子様の時代から続く時を超えた戦い、本当に長い冒険の物語でしたわね。こんなおめでたい時に思い詰めた顔して何考えてるのよ。その手のあざがどうかしたの？そっか、助けてあげたいんだね、あの人のこと。行きましょう、彼女の元へ。また会いましたね、不思議な旅人たちよ。ロトゼタシアに影を落とす邪悪な気配は消え、世界は救われました。もうここには用はないはず。一体何をしに来たのですか？あなたは？まさか私はあの時。ありがとう、勇気ある者たちよ。愛する人に会えるといいわね。消えた。不思議だな、こういうことがかつてあったような気がする。
気してた？ご無沙汰しております。こうしてお会いするのは邪神ニズゼルガとの戦い以来ですわね。今日は邪神討伐の目的を果たし、生活に張りを失ったあんたのためにいい話を持ってきてあげたわ。覚えておいでですか？邪神を封印した後、賢者セニカ様が勇者の剣を大樹に奉納したこと。その勇者の剣はロトゼタシアの希望の象徴。私たちもセニカ様に習い、勇者の剣を命の大樹に収めた方が良いと思ったのです。ま、世界の命運を握る勇者の剣をズボラなあんたに預けとくのは忍びないから、大樹に管理してもらおうってわけよ。というわけで、どう？命の大樹までの短い時間だけど、もう一度私たちと旅に出てみない？そうこなくっちゃね。それじゃ、私たちここにいるから準備ができたら声かけてくれる？短い旅とはいえ、命の大樹に向かったらしばらく村に帰ってこられませんわ。戦いの準備などは不要ですが、医師の村の皆様に挨拶を済ませ、旅に出る心の準備だけお願いしますね。ここに来るといろいろなことを思い出すわね。未だに信じられないわ。この大樹の魂に無限の力が秘められているなんて。はじめに光ありき。神話の一説によれば、もともとこの世界は闇に覆われた死の大地だったと言われています。そこに命の大樹の光が降り注ぎ、緑豊かな美しい世界、ロトゼタシアが生まれたそうですわ。ここは私たちの命のふるさと、
なのかもしれませんね。さあ、勇者の剣を大樹の魂へ。ようやく会えましたね、光の子らよ。私は命の大樹のもう一つの姿、かつて青龍と呼ばれていたもの。遥かな昔、邪神ニズゼルファとの戦いで私は敗れ、命を落としました。私の命は光の源。主を奪した光たちは時の彼方に葬られ、世界は闇に飲まれました。しかし私と共に戦った神の民、彼らの願いが奇跡を起こし、私の失われた時が再び動き出したのです。私は自らの姿を捨て、命の大樹となり、この世界を作りました。いつかニズゼルファを打ち滅ぼす勇敢なる者たちが巡り合うことを願って、そしてあなたはやり遂げたのです。私や先代勇者老主も成し得なかった邪神ニズゼルファの討伐を。光の子よ、あなたこそロトゼタシアを救った誠の勇者。あなたはこれよりロトの勇者として語り継がれ、皆の希望の架け橋となるでしょう。ロトの勇者よ、光ある限り闇もまたあります。長き時の果て、再び闇から何者かが現れるでしょう。もしかしたら私自身が闇に染まることもあるかもしれません。しかし人の愛は、勇気は消えることはありません。もし私が闇に落ちてしまったら、その時はどうか。この剣を手に。過ぎ去りし時を求めて。